アイテム番号、SCP-771-JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-771-JP が存在する、山は自然調査地域として一般人の立ち入りを禁止してください。財団職員が立ち入る際は身辺調査の上、過去に何らかの法的制裁を受けていた場合、侵入を禁止してください。SCP-771-JP-A の堆積する谷底には標準監視装置を設置し、周囲を封鎖してください。説明、SCP-771-JP は、県、山中にある、幅約 1.5 メートル、全長約5メートル、けたたか500メートルの簡易吊り橋です。見かけの材質は一般的な猿なし、アクテミディアアグタや鉄筋と違いはありませんが、あらゆる物理的破壊は現在時点で失敗しています。SCP-771-JP の異常性は、過去に何らかの法的制裁を受けた人間が SCP-771-JP 上に存在した状態で発現します。対象が SCP-771-JP の中心付近まで到達すると、突如として風が吹き出し、SCP-771-JP は揺れ動きます。その後、SCP-771-JP が落下し、対象はそのまま500メートル下の谷底に転落します。転落した対象、SCP-771-JP-A は谷底から約200メートルの地点でその体勢を変化させます。この体勢になった時点で SCP-771-JP-A は自立行動が不可能になり、以後その体勢以外を取ることが不可能になります。SCP-771-JP-A はその体勢に非常に激しい苦痛を感じることが判明しています。この苦痛は現在時点で使用可能な機材、薬物での緩和が不可能です。現在時点で確認されている体制は7種類であり、年齢、性別によって変化することが確認されています。以下はその体制の一覧です。転落対象、20歳未満、体制、身体を丸めた体制。転落対象、20から30代の男性、体制、足を伸ばして右を向き座っている体勢。転落対象、20から30代の女性、体勢、同世代の男性と一致するが左を向いた体勢。転落対象、4050代の男性、体勢、S 字、と表現される体勢。転落対象、40から50代の女性、体勢、Z 字、と表現される体勢。転落対象、60代以上の男性、体勢、あぐらをかいている、と表現される体勢。転落対象、60代以上の女性、体勢、気をつけ、の姿勢と表現される直立の体勢。これらの体勢に変化した SCP-771-JP-A はその後空気流を平行移動しつつ落下します。多くの場合回転を伴いますが、伴わずに落下する場合もあります。この平行移動を外部からの接触で変更、阻害することは不可能です。谷底は 25×5 メートルの完全な長方形であり落下した SCP-771-JP-A が堆積しています。本来であれば落下した SCP-771-JP-A は以前落下した SCP-771-JP-A の上に落下する結果となりますが、前述の平行移動、回転の結果、落下地点が重複することはわずかです。落下し堆積した SCP-771-JP-A を移動させることは不可能です。谷底一面を SCP-771-JP-A が覆った場合、SCP-771-JP-A は苦悶の声を上げながら消滅します。この消滅後、SCP-771-JP-A は200メートル地点から約30秒に1回1個体ずつ再出現し、堆積を繰り返します。再出現までの期間は不定期で、約10分から2ヶ月までの間隔が確認されています。現在時点で財団の確認していない SCP-771-JP-A1 の出現はありません。SCP-771-JP-A
JP、A は地震島を堆積し吊り橋に到達することで苦痛から救済されると主張しますが、前述の移動阻害負荷の特性からそれが事実であるかどうかは判明していません。ほい、SCP-771、JP、A が出現する際、周囲の風音などが一定のリズムを刻むことが判明しました。調査の結果、それらのリズムはロシア民謡の、トロイカ、と一致することが確認されました。